ジョージ・ウェスティングハウス、ジョージ・ウェスティングハウス・ジュニア、ジョージ・ウェスティングハウス・ジュニア、1846年10月6日から1914年3月12日は、アメリカ合衆国の技術者、実業家、鉄道車両用の空気ブレーキ等を発明。また、それらの発明を産業として発展させた、電気産業の先駆者である。ウェスティングハウスは、 アメリカにおける初期の電力システムの建設に関して、トーマス・エジソンのライバルの一人であった。エジソンが主張した直流送電システムに対して、ウェスティングハウスの交流送電システムは、最終的に勝利を収めることになった。1911年に彼は、アメリカ電気技術者協会、IA、後の IEE から、交流システムの開発に関する詳細に値する号、に対して、 エジソンメダルを受賞した。ウェスティングハウスは、機械工場所有者の息子に生まれ、機械関連とビジネスに関して才能があった。最初の発明、ロータリースチームエンジンを作成したのは、彼がまだ19歳の時であった。21歳の時、彼は、カーリップラサーという脱線した、鉄道車両をガイドして線路に戻す道具と、列車を2本の線路のうちの一方に案内する。 分岐器に用いられるリバーシブルフロックという装置を発明た。この頃、ブレーキシステムの限界によって、機関士が相手の列車を視認していたにもかかわらず、列車を間に合うように止めることができずに起きた列車事故を目撃した。この当時の鉄道のブレーキは制動手が車両の屋根の上を走り回って、各車両のブレーキを手作業でかけて回るものであった。 1869年、圧縮空気を用いた鉄道のブレーキシステム、自動空気ブレーキを発明した。ウェスティングハウスのシステムでは、機関車に備えられた空気圧縮機と、各車両の空気ダメと、特別なバルブ用いており、また、列車の全長にわたって、引き通された空気管によって、空気ダメに空気を補給するとともにブレーキを制御し、 すべての車両に同時にブレーキをかけたり緩めたりするものであった。これは空気管のどこかが外れたり破裂したりすると列車全体にブレーキがかかるという点でフェールセーフ機能を備えたシステムでもあった。このシステムはウェスティングハウスによって1872年3月5日に特許が取得された。その後、ウェスティングハウスの発明品を製造・販売するため ウェスティングハウスエアブレーキカンパーが設立された。まもなく彼の発明はほとんどの鉄道車両で採用された。現代の車両でもこの設計を基本とする様々な形のブレーキが用いられる。ウェスティングハウスはその当時オイルランプを用いていた鉄道信号機の改善を追求し、1881年に彼の信号システムに関する 発明品を製造するためにユニオンスイッチシグナルを立した。1875年当時、エジソンはまだアメリカではあまり知られていなかった。一本の通信線で複数の電報の信号を送れるようにする多重化電報システムで成果を上げていたが、彼が望むほどの認知を世間から得ていなかった。電話システムに関しても研究していたが、 アレクサンダー・グラハムベルに出し抜かれてしまった。彼は失敗から素早く立ち直ると蓄音機を発明してこれにより名声を得た。1878年にエジソンは改良された白熱電球を発明しこれにより照明用の電力供給システムの必要性が生まれた。百八十二年九月四日、エジソンは彼のパールストリートにある研究所の周辺の ロワー,ーマンハッタンにある59の利用者に対して直流1 1 0トの電気を供給する世界初の送配電システムの運用を開始した。ウェスティングハウスはガスの供給や電話の回線交換への関心を持っており、そこから必然的に電力供給システムへの関心を持つに至った。彼はエジソンのシステムを検討し、このまま大規模に発展させていくにはあまりに、 非効率であると結論付けた。エジソンの電力供給システムは低い電圧の直流を用いており、大きな電流が流れて多大な損失を引き起こしていた。ヨーロッパの発明家の中には交流送電システムについて研究している者がいた。交流送電システムでは変圧器により電圧を上げて送電し、送電中の電力損失を減らしながら利用者の近くで変圧器により 電圧を落として使用することができた。フランスのルシアン・ゴーラールとイングランドのジョン・ディクソン・ギブスにより開発された変圧器は1881年にロンドンでデモンストレーションされ、ウェスティングハウスの関心を引いた。変圧器自体は新しいものではなかったが、ゴーラールとギブスの設計したものは大量の電力を処理でき、かつ簡単に製造できる初めてのものであった。 1885年、ウェスティングハウスは、多数のゴーラールギブス式変圧器とシーイメンス製、交流発電機を輸入し、ピッツバーグで交流送電の実験を行い始めた。ウィリアム・スタンリーとの助けを得ながら、ウェスティングハウスは、変圧器の設計を改良することに取り組み、実用的な交流送電システムを建設した。1886年、ウェスティングハウスとスタンリーは、 最初の多電圧交流送電システムをマサチューセッツ州に設置した。送電システムへは水力による交流500ボルト発電機から電力が供給されていた。送電のために電圧は3000ボルトに上げられ、そして電灯を灯すために100ボルトに再び落とされるようになっていた。交流送電に付き物の問題点は、ポープが彼の自宅の地下で不調の交流変換機により、 電子した時に浮かび上がった。同年、ウェスティングハウスは、ウェスティングハウスエレクトリックマニファクチャリングカンパニーを設立し、この会社は1889年に、ウェスティングハウスエレクトリックとなった。さらに30の交流送電システムが、年内に設置されたが、効果的に交流の電力を測定する装置や、交流電動機が欠けていることに制約されていた。 1888年にウェスティングハウスとその技術者であるオリバー・シャレンジャーはガスのメーターを真似た設計の電力計を開発した。今日でも同じ基本原理に基づく電力計が用いられている。交流電動機の開発はより難しかったが幸運にもその設計はすでに存在していた。セルビア系アメリカ人の優秀な発明家、ニコラ・テスラが 多極式電動機の原理をすでに考案していた。テスラとエジソンの関係はうまくいかなかった。初期にはテスラはエジソンゼネラルエレクトリック社のヨーロッパ法人で働いたが彼の貢献に対する報酬が得られず数年にわたって労働をしなければならなかった。後にエジソンはテスラがエジソンの直流発電機を再設計することができたら5万ドルを与えると約束した。 テスラがこれを実現したとき、エジソンはテスラに対して金額については冗談を言っていたのだと交わした。テスラはほどなくエジソンの元を去った。ウェスティングハウスはテスラと接触し、テスラの交流電動機の特許の権利を取得した。テスラは1882年に回転次回の着想を得て、1883年に最初のブラシレス交流電動機、 誘導電動機として実現した。ウェスティングハウスはテスラを1年間コンサルタントとして雇い、1888年から大規模な多極交流電動機の導入が始められた。これが現代のアメリカの電力システムの基礎となっている。参照、交流6 0ルツは電球のちらつきを最小限に抑えるためには十分高く。 そして無効電力による損失を削減するためには十分低い周波数であり、これもまたテスラの着想によるものであった。ウェスティングハウスによる交流送電システムの普及はエジソンの直流送電システムとの対決を招くことになった。この争いは電流戦争として知られるようになった。エジソンは高電圧システムは本質的に危険であると主張した。 ウェスティングハウスは危険性は管理可能なものであり、また利点がより勝ると反論した。エジソンはいくつかの州において送電電圧を800ボルトに制限する法案を成立させようとしたが、これには失敗した。この争いは1887年にニューヨーク州に指名された委員会がエジソンに対して、 死刑囚を処刑するために最も良い方法について相談した時に若げたレベルに行き着いた。エジソンは当初死刑囚の処刑方法については関わりたがらなかった。ウェスティングハウスの交流送電システムは明らかに電流戦争に勝利しつつあり競争に執着するエジソンはライバルを倒す最後の機会を見出した。エジソンはハロルド・ P ・ブラウンという外部の技術者を雇い、 公平を装って、公衆の面前で交流によって、動物を殺す実験を行わせた。そして、エジソンは、ニューヨーク州の委員会に対して、交流はとても致命的であり、人をすぐに感電死させてしまうため、処刑するためには、理想的な方法であろうと進言した。彼の名声は、とても偉大であったため、この進言は採用された。そして、ハロルド・ブラウンは、 電気処刑のための道具を州に対して8000ドルで売却した。1890年8月、ウィリアム・ケムラーという名の死刑囚が電気椅子で処刑される最初の人間となった。ウェスティングハウスはその当時最高の弁護士を雇ってケムラーを弁護させ電気処刑を残酷で異常な刑罰であると非難した。処刑には一度の失敗と8分もの時間を要したことから ウェスティングハウスは、斧で処刑した方がマシであっただろうと抗議した。電気椅子は、処刑には、不十分であると証明されたにもかかわらず、その後数十年にわたって、標準的な処刑方法として使用された。しかしながら、エジソンはこの電気椅子による処刑を、ウェスティングハウスすると呼ばせることには失敗した。エジソンはまた、その利点が欠点を上回っていた。 交流送電システムの信用を傷つけることにも失敗した。エジソンゼネラルエレクトリックを1892年に吸収合併したゼネラルエレクトリックさえ交流用の設備の生産を開始することを決定した。1889年、ウェスティングハウスは電気技術者で発明可能を雇った。機械と数学に子供の頃から関心のあったラーメンは オハイオ州立大学で工学の学位を取って1888年に卒業した。ウェスティングハウスの会社に就職して間もなく、彼は電気機械の主任設計者となった。彼の妹でやはりオハイオ州立大学を卒業したバーサラメはアメリカで初めての女性電技術者となり、ウェスティングハウス社の技術者であるラッセルフェイトと結婚するまで彼の先駆的な仕事に加わった。 発電に関するプロジェクトの中でバーサラメに関連すると考えられているのはナヤガラの滝での水車発電機である。ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道はラメの直流電化システムを1905年に導入した。ラメは1903年から死去するまでウェスティングハウスの信頼する主任技術者であった。1893年の重要な業績として ウェスティングハウスは、シカゴ・バンコク博覧会に対して、交流送電システムを建設する契約を交わし、ウェスティングハウス・エレクトリック社と交流送電技術に対する大きな宣伝となった。彼はまた、ナイアガラの滝に交流発電機を設置して発電した、電力を40キロメートル離れた、ニューヨーク州バッファローへ送電する最初の、長距離送電網を建設する契約を引き受けた。 交流送電網が拡大するにつれて、ウェスティングハウスは発電に関心を移していった。はじめは滝のある場所に水力タービンを設置して発電に用いていたが、発電機の動力源としてレシプロ式の蒸気機関を用いることはなかった。ウェスティングハウスは往復動式蒸気機関は非効率であると感じ、より洗練されていて効率的な回転式の機関を開発したい考えた。 実際のところ、彼の初期の発明の一つに回転式蒸気機関があったが、これは非現実的であると証明されていた。イギリスの技術者、チャールズ・アルジャーノン・パーソンズは1884年に蒸気ターンの実験を10馬力のものから始めた。パーソンズのタービンの権利をウェスティングハウスは1885年に買い取り、パーソンズの技術を改良してその規模を拡大した。 1898年に、ウェスティングハウスは、彼のウェスティングハウスエアブレーキ車で使われていた、レシプロ式蒸気エンジンを置き換える300キロワットのタービンのデモンストレーションを行な。翌年彼は1.5メガワット毎分1200回転のタービンを、ハートフォード伝統会社に設置した。続いてウェスティングハウスは、船舶推進用の蒸気タービンを開発した。大型のタービンは、 毎分3000回転程度で最も効率的であったが、これに対してスクリューは毎分100回転程度が最も効率的でった。このため減速機が必要とされたが、わずかな調整のミスが動力機構をバラバラにしてしまうため、高い回転数で高い出力の減速機を製作することは難しかった。ウェスティングハウスとその技術者は自動調整システムを開発することに成功し、 これにより大型船でのタービン動力が実用的なものとなった。ウェスティングハウスはほぼ生涯を通じて新たな発明をし続けた。エジソンと同様に彼は実地、実験主義であった。ある時には、ウェスティングハウスは冷暖房を供給できるヒートポンプの件をはじめ、このプロセスを通じてヒートポンプ自体が動くために必要なエネルギーを 取り出すことができるかもしれないと考えていた。現代の技術者なら誰でも、ウェスティングハウスは明らかに永久機関を作ろうとしていたと見るであろうし、彼と交際のあったイギリスの物理学者、ウィリアム・トムソン、ケルビン教は、ウェスティングハウスのやろうとしていることは、熱力学の法則に反していると助言をした。彼はそうかもしれないと返答したが、それでも仕事を続けた。 たとえウェスティングハウスは永久期間を完成させることができなかったとしても彼は特許を取得して販売することのできるヒートポンプシステムを開発できた。20世紀になる頃に自動車が普及するようになるとウェスティングハウスは初期の発明に立ち返って自動車のサスペンションに用いられる圧縮空気ショックアブソーバーを発明した。ウェスティングハウスは アメリカ産業界を引き続けたが、1907年に経営危機に見舞われ、ウェスティングハウス社の経営からは離れている。1911年には実業からは完全に手を引き、健康も衰えていった。ジョージ・ウェスティングハウスは、マルグリート・エル・スキンウォーカーと1867年8月8日に結婚した。夫妻には、 ジョージ・ウェスティングハウス三世という子供がいて、結婚生活は47年続いた。ジョージ・ウェスティングハウスは1914年3月12日にニューヨークで67歳で死去した。南北戦争への従軍歴があるため、彼はアーリントン国立墓地に、彼の死の3ヶ月後に死去した妻のマルグリートと共に、葬られた。ウェスティングハウスは、抜け目がなく、 残固とした経営者であったが、彼は良心的な雇用者で、また商売上の相手とも公平な取引を心がけていた。1918年に彼のかつての住居は取り壊され、土地はピッツバーグの市当局に寄付されてとなった。1930年、彼の従業員たちが資金を出して、ウェスティングハウスの記念碑がピッツバーグのに設置された。 ワタアートルクリーク工場のそばにある。その名盤には、その大胆な発想と人々にとっての偉大さと有用性で、この橋は、ジョージ・ウェスティング・ハウスの人柄と経歴を象徴している。その名誉のために捧げる。1932年9月10日と記されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。